ようこそお参りくださいました。今日はですね、宮崎神社の春祭り春画祭について皆様にお願いがございます。ご当社宮崎神社では毎年4月の上旬にですね、春祭り春画祭が行われます。この春画祭はですね、里山に訪れる春の時期にですね、その年の五穀豊穣、収穫の実りをお願いする、神様にお願いするお祭りでもございます。商業とかですね、工業農業などの発展を祈るとともに、この里山を彩る花への感謝を捧げるお祭りでもございます。このお祭りが行われる頃はですね、境内の桜がですね、ちょうど見頃になっておりまして、そしてお祭りも、お昼から夕方、ちょっと夜にかけて行います。夜桜を見ながら舞台で雅楽などの芸能を楽しむ、そういった雅なお祭りでもございます。このお祭りがですね、50年ほど途絶えていた時期がございました。それを7年ぐらい前ですかね、神社とそして地元の有志の方とともに春画祭として復興いたしました。最初はですね、とても小さなお祭りでした。とてもですね、提灯とかもですね、なかなか揃えることができなくてとても暗かったんです。ですが、年々ですね、多くの方々のご協力、支援、声援、協賛をいただくことができて、大変賑やかな、楽しいお祭りとなってきておりました。この福留町のですね、春といえば春画祭というぐらいですね、とても、多くの方々、地元の方々にとっての楽しみとなってきておりました。ですが、昨年令和2年はですね、コロナの影響によりまして、奉納行事が中止となりました。神事はですね、神職と総代の方々の参列のもと行うことができたのですが、多くの方が集まってそして賑やかに楽しむことができる、奉納行事は、中止となってしまいました。そして今年はどうしようかと、神社の総代さん、責任役員さんと話し合いまして、今のところやりたいんです。今年はぜひともやりたいです。神事はですね、もちろんやります。私一人でもやりますが、奉納行事をどうしようかというのが悩みのところでございますが、これもですね、ぜひやりたい。というのもさすがにですね、2年も、中止となるとですね、また何十年も途絶えてしまうのではないかという、そういった不安もございます。そしてもう一つはですね、発表の場が失われている、とてもですね、活気が衰えている、そんな感じがするんです。昨年はですね、コロナの影響もありまして、演奏する方、出演なさる方の発表の場が多く失われたかと思います。私も雅楽をたしなんでおりまして、毎年ですね、舞台で演奏しておりました。毎月のようにですね、集まって練習をしていたのですが、かれこれ1年ぐらい練習会がなくなってきております。で、当然ですね、発表する場もないとなると、なんか練習の意欲といいますか、モチベーションもですね、だんだんと下がってきますよね。何か、やる気が湧いてこない、何か目標があってですね、発表の場があると、目標に向かって練習頑張るぞとなるのですが、その発表の場がないと、やっぱり練習に対する熱意というのも少し違ってきますよね。多くの発表の機会が失われましたので、ぜひ神様に見ていただく、そして、お参りなさってくださる方にも見ていただく、そういった発表の場をどうにか作りたいという思いもございます。加えてですね、今年はちょっと新たな試みがございます。その奉納行事をですね、この YouTube のチャンネル、 YouTube でライブ配信をしようと思います。舞台でですね、神様に芸能、いろんな楽器演奏ですとか、大道芸や、
踊りなど見ていただく、そして境内お参りいただいている方々にも見ていただく、さらにはこうして YouTube を通じてたくさんの方に見ていただければと思っておりまして、YouTube でのライブ配信、そして、まあ、その後のですね、アーカイブの配信も、計画しております。そしてですね、ぜひ皆様にこの春華祭を、まあ、賑やかにするためにご協力をお願いいたします。この宮崎神社の春華祭を、まあ、より賑やかに華々しくするためにぜひ皆様のご協賛をお願い申し上げます。協賛の内容はですね、2通りございます。まず一つにですね、検討のお願いでございます。神社にですね、まあ、桜がございまして、まあ、桜をですね、まあ、彩るように提灯を境内に、吊るします、掲げます。その提灯に、協賛いただきました方々のお名前を短冊に記し掲示披露させていただく予定です。検討はですね、一口3000円よりお願いしておりますので、まあ、ぜひ、皆様のご協力いただきまして、この春華祭に灯火、賑やかな花々しい灯火を一つ二つと加えていただければと思います。そしてもう一つがですね、今年から始めました特別協賛という方法でございます。先ほどもですね、少しお話をさせていただきました、舞台での奉納行事、これを YouTube で配信、ライブ配信をいたします。その奉納行事でですね、複数の方々に出演いただきます。その中でセットチェンジの時間というものがどうしてもございます。舞台の転換ですよね、まあ、セットチェンジ、その時間はですね、まあ、私が少し挨拶などお話をさせていただきますが、それとは別でお時間設けさせていただきます。枠を設けさせていただきまして、協賛いただきました会社や団体の方々の広告や、まあ、宣伝などの披露をさせていただければと思います。これはテレビでいうところの、 あのコマーシャルをイメージしていただければと思います。具体的なイメージといたしましては、舞台で出演いただく方の、演目一つ終わったといたしまして、次の演目に移る間セットチェンジが行います。その時にですね、こうして協賛いただきました会社や団体の方々の、まあ、広告や宣伝動画などを披露させていただきます。そしてそれが終わったらまた舞台の画面に戻って、続いての、奉納行事を皆さんに楽しんでいただく、そういった、まあ、流れを考えております。この特別協賛は一口1万円より30秒の枠を設けておりますので、ぜひ多くの会社団体の方々の協賛をお願い申し上げます。令和3年の宮崎神社の春華祭をより華やかに賑やかに、そして神様と共に一花でも多くの笑顔を咲かせる、そんな里山のお祭りにしたいと思っております。ぜひそのためにも皆様のご協力、ご支援、声援、そしてご協賛を賜りたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。